今話題のチャット GPT にいろいろなことを聞いてみました。今回は大好きなウルトラQについて聞いてみました。答えは、ウルトラQは1966年に東京12チャンネルで放送された。主人公は科学捜査官の朝倉宗介なる人物だそうです。私の知ってるウルトラQとは違うのか。朝倉宗介なる人物が気になるので、次に科学捜査官の朝倉宗介について聞いてみました。答えは、まさかの朝倉宗介という名前は知らないという。さっきの答えは何だったのか。ウルトラQの科学捜査官の朝倉宗介と付け加えて再度聞いてみました。答えは、今度はちゃんと朝倉宗介はウルトラQの主人公であると答えました。何なんだ。しかし本当の主人公は万城目順です。今度はウルトラQの万城目順について聞いてみました。答えは、なんと万城目順というキャラクターはウルトラQにいないと言い出す。気を取り直して今度はウルトラQの怪獣について聞いてみました。答えは、代表的な怪獣としてゴモラ、ペギラ、キングジョ、レッドキング、ジャミラを挙げてきましたが、ペギラ以外不正解です。それぞれの怪獣の特徴も違ってるし、ペギラは冷凍怪獣なので頭部から電撃を放ちません。仕方がないので今度はウルトラQの秘密兵器について聞いてみました。答えは、代表的な秘密兵器としてウルトラホーク、スペシウム光線銃、特装バイク、秘密兵器車を挙げてきましたが、すべて不正解です。ひどい。スペシウム光線銃ってのがあったらウルトラマンいらないよね。特装バイク、秘密兵器車、安直な名前だ。ちょっと聞き方を変えて、私の好きな回開けてくれについて聞いてみました。答えは、ウルトラQの11話、本当は28話。架空の主人公朝倉宗介が団長の八木沢徹なる人物と山奥の村で奇妙な現象に遭遇するという。村人たちが家の中に閉じ込められて外に出ることができない、だから開けてくれなのか。村の中心に宇宙人によって作られた巨大な結晶が出現し、宇宙人は人間をエネルギー源に利用しようとした。朝倉と八木沢は宇宙人と対決し撃退する。すると村人は救われ、村は元の平和を取り戻すという勝手なストーリーになってます。本作の脚本家幼い美恵子さんに謝れ。じゃあ最終回はどう答えるのかと思い聞いてみました。答えは、ウルトラQの各エピソードは独立したストーリーであり、最終話は特に設定されていないとのまともな答え。あんなにデタラメだったのにこんなところで一本取られるとは悔しいので、今度はウルトラQの宇宙人について聞いてみました。答えは、代表的な宇宙人としてカナベラル星人、エムラ星人、ピグモン、ケムール人、ゴーレム星人を挙げてきましたが、ケムール人以外不正解。ピグモンはウルトラマンの怪獣。カナベラル星人、エムラ星人
ゴーレム星人を調べてみたが、特に該当なし。少なくともウルトラ Q には出てきません。じゃあ、カナベラル星人について聞いてみました。答えは、前回の回答が間違ってました。カナベラル星人はウルトラ Q には出てきません、と前言撤回。やはりポンコツだ。今回はここまで。ツッコミどころ満載というか、正解がほとんどなかったですが、多くの人が使用することでだんだんと精度が高くなってくるのでしょう、多分。また次回チャット GPT にいろいろ聞いてみたを実施します。そして突っ込みます。お楽しみに。